多面ちゃんに強くなるパターンを知るシリーズ、私がよく言っている方程式とか、そんなことを体験できる動画を、あんこに挟まれたのべたんを使って補足したいと思います。例えばこの手はい出された時に、以前説明した方程式を知っていれば3秒で待ちはとりあえずわかると思います。あんこに挟まれたのべたんの時は一気にこうバッサリって、2から9ねと、端から端ねと、これでいいんですけど、例えばこの白がマンズだったら、例えばこういうふうに均一になるとちょっとややこしいんですね。あれこれどうなんだろうと。ただその時の思考のパターンとしてはやっぱりバサッとこの形を見て、あんこに挟まれたのべたんがある、もうここで一気に分けて、とりあえず2345678910ねと。ただこっちもマンズなんだけどどうなんだろうと、そう思う人もいると思います。こっちがマンズであれば、その時にちょっとここちっちゃいんですけど、一番上の段、町は1から9までしかない上に、もうこの時点で2から9が町なので、1が論敗なるかならないか、ここだけでいいんですよね、判断基準は。こう来た時に一気にバサッと分けて、2から9ねと、くっつけると一見ややこしく見えますけど、もうとりあえず2から9まで全部論敗なんで、1が論敗になるのかだけが焦点なわけです。もう2から9はとりあえずここで分かるんで、こっちが例えばマンズであっても1が論敗になるのかなと、それだけで考えは、それだけで十分です。1から9までの間、とりあえずこのあんこに挟まれたのべたんだけでもう2から9論敗と確定してるんで、1が論敗になるかならないか、それだけを見て、これを見ていくと、短期だと無理ですね。短期ジャントーなんて、それ以外にシャンポン、無理ですね。なのでこれは2から9と分かります。例えばもうこんな形があったとします。こんな形の陳述があったとして、一見複雑に見えます。ただ慣れてくるとぼんやりこの形が浮き出てきます。ぼんやりをくっつけると最初分かんないんですが、ぼんやりこの形を見慣れていると、あんこに挟まれたのべたんだと、っていうことで、もう2から9はとりあえず論と、2から9は全部論敗、じゃあ E1 だけちょっと考えようと、 E1 は間違なるのかなと、E1 の場合は短期か一数1しかないんで、短期になりますね。この場合は短期、E1 も論、9面ちゃんです。なりますね。E1 短期。この場合は E1 も論敗になる。ですが、やっぱりここでいきなり、一発目でいきなり2から9まで分かるんで、この形に見慣れていれば、あとは E1 は論なんだろうか、それだけを考えればいいので、やっぱりこの、これ一例ですけど、このパターンを知っておくと、一気に1から9の町の中で、一気に2から9まではとりあえず論敗と。じゃあ論敗にならなかった1だけちょっと考えてみようなので、一個一個こうなった場合はって考えているよりははるかに理解が早まります。例えば、もう適当でいいんですけど、こう。例えばこうなった場合に、例えばこの手牌が来た時に考え方としては、
あんこに挟まれた短期23456はとりあえずローンで、こんな見方をすると、あんこに挟まれた延べ単にもなってる23456789。じゃあ E1 はロンできるのか。まあ E1 はロンパにならなそうですね。まあこう複雑に一見見えますけど、よく考えると、あんこに挟まれた短期が入っている、あんこに挟まれた延べ単が入っている、こういうことで一気にズバッといけるんですね。1から9、数字は1から9なんですが、とりあえず2から9は論敗になると。まだどう分けてっていうのはわからないんですが、あんこに挟まれた延べ単があるので、2から9はまあ何らかの形で論になるんだろうと。例えば5じゃなくて、まあ、何でもいいんですが、789。かなり一見複雑に見えます。このぐらいになると複雑なんでちょっと分かりづらいんですが、例えば頭の中で、まあ、右から行くか左から行くかっていう均一の流行り替えをした時に、まあ、たまたま右から行った時に789、あ、パーワンあんこだな、いや待てよと、こう頭の中で分かれた時に、あんこに挟まれた延べ単入ってらと、2から9全部論敗、E1 はどうだろう。まあ E1 はならなそうですね。まあこんな感じでちょっと分かりづらいかもしれませんが、何が入っても一緒です。で、陳述の場合は意図せずこんな感じにあんこに挟まれた延べ単とか短期とかなるパターンが多いんで、例えばこれを出された時に、まず私は一発でこう分かれましたね。とりあえず56789、5から上全部論。あとはまあ5から上が全部論だと、1234は待ちになるのかだけ考えればいいし、こう勘が冴えてると、あんこに挟まれた延べ単も入ってると、2から9全部論、じゃあ E1 だけ考えればいいかと。まあ E1 は待ちにならないですね。もう何でも一緒なんですけど、まあこれはちょっと慣れは必要です。方程式だけ教えてもらっても使い慣れてないと、そういうふうにぼんやり見えてこないので、例えばこのパターンだとちょっと分かりづらいですね。私は一発でこう分かれました。あんこのベタンだな、とりあえずあんこのベタンなんで、とりあえずサブロッキュースっちは考えると。で、一気に9個の町のうち5個を潰せば、あと4つどうなんだろうと。 E1 はリャンワンはみたいに、9個のうち一気に5個も6個も7個も論敗だと、それ以外のとこだけ考えればいいんで、町は流行り替えにはつながります。この形はあんこのベタンが一瞬ではちょっと出てこないかな。まあ勘がいい人はこう頭の中でなんとなく分かれて、あんこのベタンが見えてきた人はさらに勘がいい。まあ今みたいにあんこのベタンじゃなくて、あんこのベタン、まあ、ちょっと説明が難しいんですが、何でも一緒ですね。そのこういうパターンの形が陳述から浮かんで見えてくるか、例えばこう出された時にちょっと一瞬でこう、あ、とりあえずのあんこのべたん、リャンウッパースッチーは当たりと、リャンウッパースッチーは当たり、あ、さらにこのパターンにもなっていると、23456789全部待ちで、じゃあ1はどうだろうと。まあ E1 はならなそうですね。
こんな感じで陳逸はあんこのべたんとかあんこに挟まれた短期とかあんこに挟まれたのべたんっていうパターンを知ってると一気にバッサリいけるんですね。この形を見た時にああの形は成立してると、あんこのべたんは成立してるんでリャンウッパースチーリャンウッパースチーでこういうふうに一発でこう見えた人は2345678910と一発でわかると。まあちょっと言わんとしていることがこう伝わるかはわからないんですが、まあ私が勝手に言っているこういう名称の方程式を知っていると、まあ陳逸出された時にそう見えちゃうと、こういうパターンを見慣れてるとこの手牌出された時にやっぱ見慣れてる形っていうのはこう自然と頭の中でこう認識するんで、ああ、あの形だと一気にバッサリいける。1から9のうち8個が待ちになれば考えることは1が論になるか論にならないか、それだけ考えてればいいわけで、さすがに8個も間違えるのに、リャンワンの時はハネマンでとか、サンワンの時はバイマンでとか、そこまで一個一個考えてる余裕は絶対ないので、まあ、論牌が確定してから、点数なり役なり負なり考えた方がいいです、確実に。ここにかけれる時間っていうのはそんなにないんで、麻雀は卓の上にパワーを使うので、まあ1から9の待ちのうち一気に8個が待ちと分かればもう考えることは1が論になるかならないか、ここだけ消去法っていうんですか、1は論になるのか2は論になるのか3は論になるのかを9回繰り返すより一気にバッサリ全部こう切れれば残りだけ考えればいいという、この頭の中のこう考える順序です。例えば暗号に挟まれたのべたん、まあ町は皆さん3秒以内に分かったらいいなと、3456789端から端、3456789、この上から2番目のパターンですね。1から9のうち一気に7個消せるんで、あとはイーピンリャンピンが待ちになるのかならないのかだけ考えればいいわけです。それを知っておくとこう複雑になった時に、まあこれはちょっとリャンピン3ピンが待ちになるとは思えないんで、ちょっと例えばこういう手牌出された時に、まあ見慣れてると一気にここバサッと、なぜかここから、あとりあえずこの形見たことあるなと、あの方程式だからとりあえず3から上は全部論、じゃあ1と2だけちょっと考えようと、1と2は論になるのかな、 E ピンはならない、リャンピンもならないので、まあ3から9と結構すんなり分かりましたと、分かったと思います。今ちょっと234まあこう最初にこう分かれるか、あんこのべたん見つけた、もっと簡易人はあんこに挟まれたのべたん見つけた、まあいずれにせよ一気にバッサリいけます。3から9まで全部ローン、じゃあ1と2だけちょっと考えようと、1を考えるとあ1もローン牌だなと、1もローン牌、 2を考えると2もロンパイだなと、
1から9のうち一気にバッサリ3から9全部いけるんで、考えるところはじゃあ1と2だけちょっと考えよう。これは9面ちゃんです。例えば手配きたときに、まずとりあえずあんこのベタン一気にいけるなと、あんこのベタンいける、まあ、スッチーウッパーと、スッチーウッパースッチーウッパーと考えながら、まあ、勘がいい人はやっぱりさっきと一緒で、あんこのベタン入ってると、3から9全部いけるなと。1と2はちょっとこの手配パッと見て1と2は待ちにならないだろうっていうのは皆さん容易に想像つくと思います。この手配出された時にまずとりあえずあんこのベタン私は一気にいきますね。ちょっとあんこに挟まれたのベタンが見えづらいですね。多少見えづらい形ですけど、やっぱりパターンいっぱいしてるとあんこのベタンを使ってみたり、まあ9個のうち5個ぐらいは一気にバッサリいけるんで、あんこのベタンですら考えることは残りの4つが論になるかならないか。まあ勘がいい人はもっと早く9個のうち7個を一気にバッサリと一瞬でいけて、考えることは1と2だけちょっと見ればいいと。ちょっとニュアンスが伝われば嬉しいんですが、例えばさらに複雑に5、6、7入れてみます。あ、こうなると若干こう私がいろいろ言ってるパターンが多少見えづらくなってきますね。まあここがイーペーコーなんで5、6、7こういうふうに見える人もいるかもしれないし、まあ必ずしも100% 気づく何かしらのパターンに気づかなくても、まあ、気づかない場合はやっぱりあるので、その場合は一個一個こうやって8、7とか三郎5とか、やっぱり一気に9個のうち3面ちゃん2個見つけた、バサバサみたいな感じで頭の中で考えてますし、やっぱりこう同じ種類の牌をガッと集めると何かしらこのパターンに入っちゃうんですね。あんこに挟まれた短期、またはのべたん、あんこのべたん、あんこあんこプラス1とか、こんな狭い牌を13個バッと集めるんで、ピンズだけを13個集めれば何かしらのパターンに当てはまっちゃうんで、こういうパターンを知っておくと一気にバッサリいけると、1から9のうち一気に8個をバッサリいければ考えるところは残りと、消去法のイメージ。例えば間違わ、おさらいですけど、まあ、皆さん3秒以内に分かったと思います。1から8。3段目ですね。1から8。っていうのが分かれば、こっちが想図のなんであれ、考えることは9が論になるかならないかだけなんですよね。どう分かれるかは論牌確定してから考えればいいだけで、とりあえず1から8は全部論牌。9だけ考えようかなと。いう発想に行けます。頭の中で頑張って考えるんじゃなくて、まあ、あんこにの挟まれたのべたに気づくか、あんこのべたに気づくか、この辺は順序は慣れと人それぞれなんですが、慣れと経験にもよるんで人それぞれなんですが、言わんとしてることは
1から9までしか間違いないんで、バッサリいければ消去法で残りだけ考えればいいと。例えばもう一気にここ、とりあえず1から8、あの形、例の形ができている。じゃあ9はどうだろうと、もう考えることそれだけでいいんですよね。9を考えたときに町になりますね。むむ、あれ、ならない。ちょっとごめんなさい、私も迷ってますが、じゃあ1から8だなと。あとこんだけ後継なり、あの町である町だと、もうなんか想像引いてきても別に変える必要がないっていうのが一瞬で分かりますし、もうリーチかけてもいいレベルなんで、やっぱり一気にバッサリいけて消去法で残りだけ考えれば非常に早理解につながると思います。ちょっと長くなりましたけど、まあ最後、あ、ハンコに挟まれた延べ単、1から9のうち1から8までバッサリ、じゃあ9は論になるのかなと。9層短期なりますね。もう考えることは消去法で少ないとこだけ考えればいいと。短期で12345はとりあえず待ちで、6789だけ考えようと。6789、まあ9はないとして、678、まあ勘がいい人はこう一気に例のパターンを見つけれる。まあ見つけ思いつかなくても678だけだったら比較的読みやすいですね。あ、こうなる、6は当たり、78はとか。やっぱり一気にバッサリいけると、残り余った余りもんだけちょっと論破になるかならないかを考えると、まあ、そういう私がよく言っているパターンを知るとか方程式とかをこう、なかなかニュアンスとか感覚とか経験とか慣れとかも入るんで、まだ僕は慣れてないんで、一発目いきなりこういうふうには見えないと。こういうふうに頭の中で分けてくれないっていう人もいる、絶対いるんですが、まあ、知っておくとかなり流行り界にはつながるし、ここにはあんまりパワー注がないで他に力を向けれる。全く、むしろ全く知らないと、もう他の捨て牌も見れないし、積もるのもできないし、ここだけに30秒ずっと意識を向けないとわからないと、まあ、そんなことになるんで、まあ、知っておくプラス慣れはやっぱり必要なんで、方程式だけ教えてもらっても問題解いたことありませんじゃ多分実践でテストで使えないんで、慣れと経験はまあ必須だと思います。麻雀に限ったことではありませんが、まあ、今回はタメンチャーに強くなるパターン知るシリーズで、まあ、補足プラス私がこう言っているニュアンスを実践でやってみました。まあちょっと長くなりましたが、見てくれてありがとうございます。どうもありがとうございました。